<laughs> こんばんは。 ね、キミちゃんが誘ってくれたので前髪を流してみましたこれ <laughs> ありがとうございましたもうお疲れちゃう今日はメイクしてるのねということでねまあさすがに公演終わりなのでメイクしてます <laughs> 疲れました <laughs> 今日も一日皆さんお疲れ様でしたえー、明日も頑張る皆さんにエールを送りたいと思いますフレフレ結局一回寝たん今帰ってきました <laughs> 今日はシャチモナカサカティですそうですシャチモナカさんの T シャツを着て。 あのシャチモナカさん T シャツを着て年を越したいと思いますおでこ出し可愛い,いですか <laughs> なんかさおでこ出したほいいもの,のめっちゃど真ん中にニキビできてて恥ずかしいですこの辺暑すぎなんか絶対こんなさ配信でするべきじゃないんですけども 体バキバキすぎてストレッチしたいそう公ちゃんに誘ってもらったんですよ「猫こだしかわちすぎるありがとうね今日暑すぎて本当に窓閉まってんのこれ」 おい誰だよ閉めたやつ私だよ開けたらちょっとうるさいよねでも開けた方がいいよね熱いもん熱中症になるのはよくないですか開けますうわ,うわなかちゃんは全然ツッコミ担当このコップははぎちゃんがタンプレにくれました今年 今日はでもカーゴパンツですおしゃれジャージュ入ってますあのねみんなと乾杯するためにって思ったんですけど <laughs> 全然お茶ですハゲちゃん元気ですめっちゃ元気可愛か,かった 髪の毛が明るくなってました,またあのー、プリクラとか顔隠してのせれようかな仕事中なのでアルコール飲めませんいいよアルコールは飲まなくてペンギンは元気ですかちょっとペンギンは全然連絡取ってないので「お誕生日おめでとう」っていう連絡が来ることを楽しみにしておきたいと思います <laughs> 天使,ちゃんは天使ちゃんは元気です来年の明日からはお酒で乾杯できるのかえー、でも飲まないと思うハゲ <laughs> ちゃんとこの前遊びましたよ4日前くらい <laughs> そう今日前髪そう崩れちゃってこの前髪向いてないんですよ本当に。えに、ー、ただいまの時刻が。 45分過ぎたところですね真夜中のケーキがいいかもでもなんか私今日もう朝の9時からお仕事だったのであの何もね当たり前ですけど何も買いに行く時間はなくてもコンビニくらいしかなくてまあさすがになんかあるかなって思って家帰ってきたんですけど多分何もないのでお茶,お茶しかないんですけど。 もう最悪な話するっていうかもうこれはもう本当に仕方ないことなので仕方ないと思って聞いていただきたいんですけど私ショールーム終わった後全然今から夜ご飯食べますえなんかたい焼き泳いでるんだけどかわいいにこれ泳いでるのめっちゃおもろい座席出るのかと思ってワクワクして開いた当日になってたねそうなの当日なの <laughs> だから当日さいい席だと信じて私もみんなが良席でありますようにまあ中ちゃんの生誕に入れるだけで良席ですよねミニプリンアラモードを用意してますあいいですねミニプリンアラモード好きですよそうケーキは多分ないのであのオムライスがありました 手紙書いたよありがとう今日はなんかバタバタしてて朝にメロンパンを食べてお昼におにぎりをあの G メ s スが話していたわそのおにぎりを1個食べた以外何も食べてないので本当にお腹がすいたと <laughs> とりあえず申し込んだよ当たるる信じてて待ってるねなんか今日入った方ほとんど皆さん外れてていやまあ今日入ってるから外れてるのかなと思いつつ。 あのみんなが当たることを無事願っています明日も深夜景気なんでしょうでも明日は10時あもうちょっと早くできそうなんだよねワンチャン9時半とかからできそうトレードイが見た時あんま出てなかったあそうなんだめちゃ押しの方いっぱいになるといいねということではい中ちゃんコール楽しみにしてます 和菓子のの日に向けてのギフトですねといえば中坂ってことですよね。今日は中ちゃんの再利用も少なかったかも。でも最善に今日もたくさんいたんですよ。うん、最善多かったな今日,今日も。センブロから下手にかけて多かったですけどその皆さんは結構外れて。 だよみたいな方がぼちぼちという感じだったのでまあまあそういう日もあるさって感じですよねこんばんは中坂 DMM 見てねということでありがとうございますそう最善に固まらせるのはなぜ なんか最近よく固ままってすすねねいいです、ね、皆さんが当たることが両席が当たることがでも今日は立ち最,最高みたいな立ち最 <laughs> 立ち見最善最高みたいな方もいらっしゃいましたしあのすごい皆さんの迫力がすごかったですねありがとうございますまあもうそろそろ生誕祭のスピーチを考えなければいけないなと思ってこういろいろ考えているんですけど。 いい言葉が見つからないので誰か私に誕生日プレゼントでご威力をください納涼グッズあ納涼グッズ皆さんゲットしてくださいあと10分ですはいうそうなんですよ J1 でねということで 1> 1でね何10分話すのかな全然決めてないし別に誕生日迎えたからなんかあるとか全くなくてなんか普通の配信を多分ダラダラとしてしまいそうなので皆さんが普通の配信っぽくならないように盛り上げちゃってほしいなって思います。 もう両サグッズはまあ可愛い,いと思いますけどね18歳の自分に一言言っとく18歳の自分は18歳の自分の反省を生かして19歳は いい人生にしていきたいと思います <laughs>。はい。まあ十八歳の一年を振り返ると、まあでも本当に一瞬だったなって思いますね。なんか去年の生誕祭とか一週間くらい前だったくねって思うくらいに一瞬でした。 またぎは初めてですね、まあ、この年齢になっ,たなったっていうのもなんか感慨深いですし良くなかったの別によくなかったとは思ってないんですけどまあもっといい人生を、まあ、中坂は日々更新していきたいと思っている人なので、まあ、19歳は18歳以上に楽しい1年になるように、まあ、頑張りたいなって思います。 あそうでもなんか生誕祭までもバタバタすぎてスピーチを考える時間があるのかな自分って思いながら <laughs> 生きてます DMM でリアタイしたいなということで是非ねあの外れちゃったよっていう方もモニカンだったり配信で見ていただけたらいいなと思います <laughs> いやいい1年だったと思いますよもちろん。 もっととくしていいきたいと思まますね、まあ志や目標は高くいた方がいいと思うのでそう当日生誕はどっちもでも嬉しいですね別に当日に生誕さえしなくてもこうやって今は皆さんにお祝いしていただけるツールがあるのでいいなって思います。 今日はさすがにちゃんおたを見なかった、ね、でもいっぱいいらっしゃいまして前の方とか上手側も上手側はさ縦三連番とかでしたよはいでも言うてまだね7分くらいある <laughs> だから全然 普通の配信って感じチケプラになってから D 列が最善ですまあ D 列はまあまあいい席だと思いますけどねまあでも最善って考えるとそうだよねそれ以上前はまだないってことだもんねあと5分あと5分ですイェーイ ジャンプしないしない <laughs> みんなは私の代わりにケーキも美味しいものも飲んで食べてください私はいっぱい話していきたいと思います残りまだ、あ、今日は24時30分くらいには終わろうかなって思ってるので今起きてるのが結構奇跡に近い状態なので <laughs> はい是非あのー、24時半までお付き合いいただけたらなと思いますで半になったら ギフトを見せてちょうど40分くらいに終わる1時間ですねとてもいい <laughs> 劇場で中坂さんが見られるだけで満足ということありがとうございます一緒に、えー、誕生日を迎えられて嬉しいってありがとうございます土曜日はいつもの手伝いから言われたら少なかったかもしれないですね20日もお待ちしてます毎年20日は劇場にいる中坂さんです6月の 寝落ちしなくてよかっった19歳はあっという間だよいや言いますよねやっぱりそうやって普段もう3時まで起きてないもう最近は結構日付超える前に寝ますね毎日あ嘘です日付超える前は嘘だけど12時半までには寝てるかもしれないグランパシオリおめでとうございますありがとうそうお誕生日だからできるんですよ今日だけね年越しは。 ラストティーンになるもんね。そう、ラストティーンやばいよね。早、はいはい。バースデーゲーム楽しみやね。見れないんですけどね。あ、見れない。8時キックオフとかなら見れるけど、7時だよね、多分。49公演。すごいね。めっちゃ見てるやん。ありがとう、たくさん。そう。皆さん、ありがとう。 首首が痛いので首のストレッチをしながら残り5分 <laughs>、はい、みんなはジャンプしてもいいですしクラッカーを鳴らしてもいいですし何してかもいただいても構わないんですけど私はちょっと何もしないので皆さんでぜひあのえエンジョイしちゃってください <laughs> あと120秒だっていいねなんかこのドキドキ感がいいですね皆さんと味わえるのもなんか楽しいですねおそらく電車の中で迎えそう終電やん絶対ああ7時なんだじゃあ見れないやんもうすぐ劇場出演300回が近づいてきたねあですねあと6回くらいらしいですね えジャンプした方がいいでもジャンプしてもいいけどさあの顔映らないよ誕生日の瞬間にショールーム上にそれでもいいならはいあそんなんの作ってくれたのあありがとう窓閉めた方がいいじゃん <laughs> 冷たなんか <laughs> 冷たいなんか持ってきてくれました <laughs> 優しいですね 59分だってみんな目の時計だとあと30秒くらいこれは19歳になる前に見せていいやつ一1分切ったやばいあーどうしたんだ皆さーんあと何秒あと30秒3029282726

苦手なんですけどねーわー <laughs>、えー、タワーごいメチャメチャとはとってるやんありがとうございます。えー、どなたのたもょっとと。あもう一個立った ありがとうございます。ああ、社交気得です。あ、もう名前呼べるのか。73おしさんとたけさんと。ああ、なかなかさん、ありがとうございます。あミラーボールまで回っちゃって。ああ、トしさんさんもありがとうございます。ハロウィンないみないぶみない。ありがとうございます。皆さん、19歳です。 ああ、劇場ゴリラさんもありがとうございます。皆さんなんか本当にありがとうございます。19、19、反対ですね。19歳です。あの、こうやって動きを止めると、家が反射してしまうので、まあ、止められないんですけど、皆さん本当にありがとうございます。あの、もう皆さんとこう、誕生日を迎えられて、本当に、あの、楽しい12年になりそうです。イエーイー乾杯でもしとくか。乾杯ポリッ え池田来ただってこれおめでとうなかさかだってありがとう池田く熊10連タワー待ってるよ <laughs> えお城立ちましたよね今チラチラあエクシーさんもありがとうございますピコリピコリありがとうみんなあ,ありがとうございます本当にこっちにしよう 今日池田さんと会ってたんですけど、ずっと言ってました。くま10連待ってるからって <laughs>。嘘だよ。嘘だよ。<laughs> ありがとう。池田さん。池田さんいっぱい line くれた。今終わったら読むね。あ、皆さん本当にありがとうございます。あ、幸せですね。皆さんからこうお祝いしていただくことができて本当に嬉しいです。 とっ,てもとってもいい19歳の幕開けになりましたありがとうございます <laughs> あめっちゃ休婚していただいてますねありがとうございますあすごいすごいめっちゃ休婚カイニャンが一番メンバーだったら池田が一番だったっぽいですね ありがとうございます。池田さんは毎年私の一番を取ってくれます。嬉しいですね。ああ、別の方が角も十連。<laughs> ああ、なかなかさん、ありがとうございます。はい。みさんのおかげで。なんか十九歳もいい一年になりそう。 まあ詳しくは生誕でいっぱい話します。ありがとうみんな本当に。ああこれは何？えすごい甘い十連タワーありがとうございます。美味しそうだった。甘い飲みも食べたい。長っぺさんありがとう。はい、my birthday <laughs>。Happy birthday。ミユ。Yeah my birthday。すごいめっちゃ盛り上がってるよ。盛り上がり盛り上がりがすごいね。 もう森,森あん盛り上がりが足りないもうわー何これ寒天寒天寒天いっぱいありがとういつもみんなを祝ってるからねあみんなと障害契約を結ばなきゃいけないということですね <laughs> マジ背景どない <laughs> 素敵な一年にしまいしょうありがとうあグミなんだお酒は飲めませんけど <laughs> 皆さんはぜひ飲んでください 乾杯してください目はお茶を飲んでいますサッカーの試合見に行きまくる一年にいやまあ趣味とプライベートと SKE とえー何これ紫陽花の上をたい焼きが泳いでたよ今ありがとうまあ全部が 全部が全部頑張れる1年になりたいですしたいいでですすしねちょっと19歳はもっとこう身を引き締めてというかあの自分が今やらなきゃいけないことなのは何なのかをいっぱいこう自分で自分に問いかけて自分なりの答えを見つける。 まあそうですね答えを見つける一年にしたいなって思いますねありがとうみんな本当にお祝いしていただいてありがとうございますメロメロメロン味のチューハイ飲んでますあいいですね ケーキは食べませんケーキは今食べないんですけどあまたアジサイのおはぎありがとうございます店頭メッセージ読まれてるるか気になる一応全部目は通しているんですけどこう読める内容はどうしてもやっぱ限られてしまうのでめげずに送り続けていただけたらなと思いますしあの店頭以外のもちろんメールフォームから送っていただいてるメールも読ませていただいてるのであのお店になかなか行けないなっていう 方はぜひメールホームから送っていただけたらなと思いますありがとう社長も中坂レジェも祝ラストティーン、うん、また今タワーが立ちましたよね あ,あもっさんありがとうございます。ええ、皆さんありがとう。え、めっちゃ懐かしい方いる。<laughs> ありがとう、みんな。ほんとだ、一番盛り上がりありがとうございます。盛り上がってるね。いえ 押、えー、ししかかたん掛け軸タワーがたったわタワーあり,たわありがとうございますすごいありがとうまつげ今日もいい感じすごいかたんタワーすごいみんなさこう残らんタワー立てるの好きだよね最近 <laughs> ポストも見たい早く最近ちょっと全然エゴサができてなかったのででもしてないこともないんですけどね <laughs> あお祝い本当にありがとうございます嬉しいですねこう皆さんとやっぱ一緒に誕生日を迎えられるっていうことがすごい嬉しいですただなんかこう19歳になったからといって何か喋れるようなこともなくて本当にどうしようって感じなんですけどまあ <laughs> 皆さんとこう過ごせたっていうことがやっぱ大きいかなと思いますなかなか。 こういう誕生日は初めてなので SK に入ってから、まあ、なんやかんや毎年お仕事させていただいてるんですけど2年前くらいから誕生日の日にはこう、まあ、いつもね寝る準備をしてたと思うので本当にありがとうございますあの決してテンションが低いわけではないのでそこだけご了承くださいありがとうお祝い嬉しいよ もう全然ない。夜型人間じゃなくなっちゃったのよ。まあ、かといって朝起きてるんか？って言われたらわかんないですけど。まあ、話す内容は？あのスピーチで話したいことがあるはずだと思うので、そこまであんまこう。多くは今日は語らないんですけども、何か聞きたいことがあればぜひコメントしてください。答えるが答えないかはそのスピーチで話すか？話さないかくらいの。 まあ度合いを極めていきて答えていきたいと思います。見極めていきたいと思います。ああ、すごいおギフトも本当にたくさんですし、あのお祝いのコメントもたくさん本当にありがとうございますね。皆さん。今日は今日一番今日っていうか、まだ今日始まったばっかだよって言われたそうなんですけど、昨日一の衝撃は仲良しの。衣装さんも今日誕生日らしくて。 あの「えお祝いしやりましょう」みたいな「生誕いますか?」って言ったらいませんって言われて悲しかったですいえーあ本ほんとだっていうか全部年齢変えなきゃだよねちょっと一旦ウェルカムコメントの年齢を消そういえいえ何したいラストティーン何したいまあとりあえずなんか 10代のうちにしかできなさそうなことをいっぱいやりたいなってなんか若気の至りというか若,気若い間にしかねなかなかできなさそうなことをやっていきたいなって思いますそう石尾さんもおめでとうですよね本当にいや社交行きたいね社交はでもちょっと落ち着いてからかなこっちの活動が 食べてないです19歳何試合観戦行くの ?20 試合くらい行きたいねどう大きく出た20試合っていや20試合は余裕じゃない目標20で去年は去年15試合くらい行ってるからまあ仕事が忙しすぎていけないっていうことはいいことですから、まあ、20試合くらいを目標に。 うん、アウェイ国立とかアウェイ国立も行きたいですね10代のうちに行きたい場所とかあるえー、でもとりあえず夢の国行きたいな最近行ってないから中ちゃんは落ち着かないか落ち着かないかな、まあ、落ち着くところを探していきたいですね中 <laughs>、はい、ちゃんは運転危なそうってよく言われます 誰かさんショールーム配信でスピーチのネタ集めしてたよ去年の私は何してたってなるほど誰ですかさん私ですか <laughs> いやねスピーチでもなんか多分多分去年の配信とか見て何しゃべったんだろうって振り返って <laughs> みたいな感じですよね飛行機乗ってみてはえ乗りたいパスポート取ろう ラジカルネオナイトの時あんな小さかった美羽ちゃんがこんなに大きくなったあれもう7年前とかですもんね <laughs> 素晴らしいはいいやもうこのファッションセンスは磨かれることはないんだろうなって思うくらい本当になんか独特な服着てます毎日。 プライベーえー、でもなんかせっかくですからなんか資格取りたいですねずっと言ってるんですけど高校生になったくらいからなんかここ今年こそ資格取りたいですねそうあ皆さんありがとうお祝いしていただいて本当にやいやややいんいに。 ピーチはめっちゃ考えてる時もあればもう直前まで考えてない時もありますそう水曜日は天皇杯はいちょっとねバースデー試合も天皇杯も見れる目処が立たないので <laughs> せっかく誕生日近辺にサッカーがあるのにちょっと観戦できないのはあのあのちょっとあれですけれどお仕事なので 全力で頑張っていきたいと思いますそうそう独特なセンスを極めていきたい確かに毎年中坂さんの生誕祭スピーチは次々と言葉が出てきてすごいですありがとうございますあの,あのプレッシャーはあまり与えないでくださいねドキドキしちゃうから昨日小一で危険物取扱者資格取ってた子見たすごう <laughs> すごすご。卒業生とのコラボ配信でもコラボ配信とか緊張しちゃうから、うん、一人で配信するのが好きですそうちょっとバタバタすぎるのでね本当にスピーチ考えないと私は劇場でお会いできるからめっちゃ楽しみ楽しみましょうね皆さん皆さんにね首が痛いんです いエいイいイ中坂さん絶対ショートの方が可愛くていいですえありがとう嬉しいそうやって言って頂けてソロコンあるといいなだってそんなまたまた大きな夢ですねまあでも夢は大きく活動していくからにはね大きな夢を持つことが大事ですから <laughs> そう いや本当に19歳まあ18歳本当に一瞬だったので <laughs> 19歳はもうちょっとかみしめて生きていきたいなと思いますねはい自分に頑張れとどん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 いっていきたいですめゆちゃんお知になって初めて劇場で。 初めて迎える生誕生劇場でお会いできるなんて嬉しすぎるということで今日も結構当たったよって方たくさんいらっしゃったので今日劇場に入ってた方の中にも何人かたくさんはいらっしゃらないか何人かいらっしゃったのであの楽しんでいきましょうそれな時が過ぎるの早すぎなんかこの時間まで配信してるのすごいねそれな13歳だった私は伊豆へ 18歳のみえちゃんの躍進はすごいよね嬉しいですそう皆さんなんかあ年取ったなって感じるのはもう皆さんとかからその優しい言葉をかけられた時にあの泣きそうになるので年取っったなって感じます <laughs> そう,うんもっと一緒になるかもよいい意味でね、まあ、忙しいことは本当にいいことなので忙しい毎日を過ごせるように。 頑張りりますあお祝いありがとう後悔のないようにありがとう元気な中坂さん元気ですからね中坂は常に1年前の自分に声をかけるとしたらでも1年前の自分にかけたい言葉は今のところないかなって思います1年前の自分から声をかけてもらいたいなって思いますね何だろう まあ詳しくは生誕祭で話します生誕祭の日って公演中ずっと緊張してるのはいずっと緊張しています本当にスピーチ何話そうってことしか考えられませんそう泣きまではいかないんだけどなんか「うー」ってなります「うー」って若い頃はどう思ってたんですかえ優しいなみんなみたいな <laughs> こんな感じでした そうだよみんな。いいいいいいい。風船をどうやって劇場に送るかしょっと悩んでました。可愛いので <laughs> インドネシアから来てくれたのありがとう。 どなたかがポストショールームの画像をポストしてくれてました。どなただろうか？ちょっと誰か x に確認。いえいえ。いえ、響いてないわけじゃないですよ。もちろん。ただ、そのなんか今はもう本当になんか意味わかんない時に泣きそうになるようなくらいに、その涙腺が弱々になってるので。甘いありがとうございます。 はい、やめてくださいこうドキドキしちゃうからね赤ちゃんの誕生日にかこつけてケーキでも買いに行っちゃおうということでいいですねみんなケーキ食べましょうね私もケーキ食べたいですから早く今日は今年も私のリクエストケーキなのですごい楽しみです早く今日一日が終わって早くケーキを食べる瞬間までタイムリープしたいくらいケーキ食べたい早く いただきたいよありがとうみんなメンバーからのお祝いラインどうということでメンバーからもお祝いラインいただいてますありがとうございますあコペテさんがポストしてくださったんだコペテさん見てくださってるんですねありがとうございます えもう終わっちゃったやつかなあのこの前のトリプル G さんとのコラボのコッペーパンすごい美味しそうだったなんかめっちゃ食べたいのあったんだよな何だったかなめっちゃ美味しそうなの見たんですよいいなーってなんか毎年コラボ毎年じゃない毎回コラボの時いけないから悔しいケーキは何系が好きなのうん何系でも好きです結構ケーキは。 こだわりははなななないいいかな食べれないケーキはないのでなんかホールケーキよりも普通にワンカットのケーキで十分毎年結構いろいろお願いしてる去年はハーブスがいいって言ったり一昨年はねままさかさんがサプライズで買ってきてくれたやつだったんですけどその前はでもデパチカのケーキだった気がする今年のホワイトデーにパパさかからもらったケーキがめっちゃうまかった <laughs> ちなみに <laughs>。 そうそう。あ,あ皆さんありがとう。あお仕事頑張ってねファイトファイトありがとうね。ケーキ中坂さんの顔プリントするのどういいですねなんかサッカー選手とかがもらってるケーキみたいなのもかっこいいですよね。あと流行ってるのはセンイルケーキとかも流行ってるじゃないですか。ああいうのも憧れますけど中坂は全然普通に。 おいしいケーキが食べれたら何でもいいですあとファンの方がこの前あのアフタヌーンティーの写真送ってくれたのでアフヌンも行きたいですねそうごめんなさいね ベティさんとのコラボメニューのアイディアあるうん絶対他の人が挟まないようなものを挟んでいきたいんですよねやっぱ唐揚げ納豆しかせち <laughs> パイ食べたことあるありますよ 結構もうシャチモナ中さんのお菓子は結構食べたいっぱい食べてますね。そう。アフタヌーンティーってアフタヌーンティーっていうのは何かプレートみたいなデザートプレートタワーみたいな。<laughs> そう いやネギトロはやっぱご飯なのでこう唐揚げ納豆だったらパンにも合いそうじゃない<ー>おめでたいパイ今年も食べたい食べたいね私もサイリウム2本しか持ってない場合はどうすればいいもう1本足すか心の中でもう1本足すか。 お茶うめぇ <laughs> そう食べれない人いない,いないみんな一回食べてみマジで美味しいからじゃみんなはさ食べずに食べず嫌いでしょ絶対でも本当に19歳になったんだって私って感じでもあの私が一応誕生したのは、まあ、5時何分とかだったので。 なもともと予定日は6月の4日とかだったんですけど普通に1週間生まれませんでした1週間生まれなかったしあのー陣痛から四十何時間出てこなかったらしい化け物ですね そうなんですよ5人配信しませんそうなんです中坂さんは結構出てきませんでしただからあの今でも家が大好きで <laughs> そう大きかったでも標準でしたよ53,000ほに標準でした。 めっちゃ早かった6月4日だったと思います確か全然大きくないしただ本当に出てこなかったお祝いありがとうわあ待ってまたタワーがありがとうございますあーワッキーさんありがとうなんか本当にたくさんありがとうございます 70円で売ってるサイダーを自販機で見つけたので1人で完売してますえどういうことあ乾杯か <laughs> めっちゃめっちゃジュース買ってんのかと思った <laughs> 一緒に乾杯してんだよ私たち今うちの奥さんは出産は大変と常々話します感謝感謝本当に感謝感謝ですね でそろそろ30分ですね30分になったらエンディングして終わりたいと思いますこれは違いますハゲちゃんがくれたコップですわはん魚丼おなんでケツやねんって思うかもしれないですけどこっちはちゃんと <laughs> 前向いてますなんか写真撮る家じゃなかったのであんま写真ないんですけどアルバムとかないんでうち なんか、まあ、パソコンとか携帯とかに入ってる写真しか見,見ることないんですけど見ますよでも中坂は結構生まれた時からこの顔してて生まれた時から顔が丸いし眉毛が濃いし鼻がぺちゃんこなんですよ本当にこのまま成長しました <laughs> そうなんか写真見れば見る,ほど見るほどびっくりするぐらい自分なんですよ顔がね なんかある写真なないんんだよねなんか絶妙に小5とかの時の写真しかパッて出てこないかもしれない、うん、なんかあるかな <laughs> 探し始めるあと5分しか配信しないのに膝が嫌だ汚らせ お祝いありがとうございます皆さんお片付け頑張る群が一番生まれた時っぽいかな生まれたてっぽいけどなパッと見もう立ってるってことは生まれたてじゃないじゃないですか 立ってない写真がいいよね。あ、これ、これが一番生まれたてだけど、めっちゃままさか写ってる。うん、すごい。爆発毛量。ちょっと反射しちゃうんだよね。こんな感じ。です。これは。あ、めっちゃ反射してる。ほぼ生まれたての赤坂 <laughs>。だと思います。めっちゃくも中坂じゃない。あ、めっちゃ反射しちゃうんだよな。 めっちゃ生まれれ長坂ですこれ割とめっちゃ一緒じゃない顔毛量すごいよね <laughs> あの頃から僕爆毛量だったということでマジで全部長坂なんですよねこのまま大きくなりました一旦写真探してる工程です指の上に。 ななんかおもちちゃ箱みたたいな落っこちてきたどうにか耐えましたけどっていうか今日小指ぶつけたのサータン理論でいくと右ぶつけたから左もぶつけないといけないよねはいということであもう間もなく30分なので,で名残惜しいですが配信を終わりたいなと思いますあのー、乾杯だけしますかじゃあ中坂美優19歳のお誕生日に。 乾杯 <laughs> まーい。ということで終わりたいと思います。えーんーとああすごい休婚ありがとう皆さん。うんーとえーと今日の22時半とかから多分また配信すると思うので。 あの見に来れる方はもしかしよかったら <laughs> もうろれつが回ってないもしよかったらぜひ遊びに来てください。それでは終わります。 多分多分っていうかもう確実に100%ギフトが消えてるのであれなんですけど、まあもしよかった <laughs> あの読めないやつもあるんですけど届いてはいるのでご了承ください。ええー、では読みます。ピースさんハートピーマーさんレインボーキランノのさんハートピースさんハートハート,ハートピーマーさん、えー、誕生日タワーがたったわタワーありがたわございます。 えキランノのサンハート、イストロベリーニャンコサンハート、ピースサンハート、キランノのサンハート、ピースサンハート、えストロベリーニャンコサンハート、ピースサンハート、マスクしてるクロミちゃんさん、たいやキたいやき、ピースサンハート、ハート、キランノのサンハート、ピースサンハート、キラノのサンハートピースサンハート、キラノのサンハハーートトピースサンハート、パンダさん、タイヤキキランノのサンハート、ピースサンハート、トウトウサギさん、グミ、フフフフピピフェプさん、タイヤキ キラノのさんハートピスタハートピーマンさん結婚してルンルンネコさんハートワンワンさん可愛いキラノのさんハートワンワンさん結婚してピスタハートハートバナさんええ丹焼ええ長坂さんハートピスタハート長坂さんハートキラノのさんハートブブググさハートええ長坂さんハートハートピスタハートブブググサんハートキラノのさんハートブブググサんハートピスタハートキラノのさんハート化けさんハートピスタハート劇場おお <laughs> ええー、ゴリラさん、レインボーお猿さ,さんか、お猿さ,さん、レインボーキラノのサハート、ピースサハート、お化けさん、たい焼き、ピースサハート、ハッピーバースデー、誕生日ケーキさん、ハッピーバースデーケーキ、ええー、パンダさん、たい焼き、キラノのサハート、ヒヨコスターさん、ええー、グミ、ピースサハート、ああ、めっちゃギフトが戻っちゃった、うん、戻っちゃった、戻っちゃってないね、戻っちゃってないです。 どこから読んだか分かんなくなっちゃった。トトイさん、グミピピヘピさん、タヤキキラノのさん、ハートピースさん、ハートピーマンさん、結婚して、ルンルンさん、ハートワンワンさん、可愛いキラノさん、ハートワンワンさん、結婚して、ピースさん、ハート、白の違うパンダさん、タヤキピースさん、ハート、中坂さん、ハート、ハートピースさん、ハートキラノさん、ハートブブグググさん、ハート、中坂さん、ハート、ハートピースさん、ハート、え、ブブググさん、ハート、ハート、 ピースさんハート、キランのさん、ハート、ハート、お化けさん、ハート、ピースさん、ハート、お猿さん、レインボー、ピースさん、ハート、ハート、お化けさん、たヤキ、チャンジケーキさん、ハッピーバースデー、ケーキ、パンダさん、タヤきキランノのさん、ハート、ヒヨコスターさん、グミ、ピースさん、ハート、バイク猫さん、グミ、アメノヒさん、タヤきキランノのさん、ハート、ルンネコさん、パンピースさん、ハート、キランノのさん、ハート、ピースさん、ハート、キランノのさん、ハート、ムシャラスカルさん、結婚して えー、お猿さんおししかかたんピースさんハートキラノノさんハートピースさんハートワンワンさんたい焼きストロベリーニャンコさんハート、えー、パンダさんたい焼きワンワンさんたい焼きピースさんハートキラノノさんハート洗濯女の子さんこれは何のギフトだろうお姫様イいなりん みじんこさん、たいきワンワンさん、たいきピスさん、ハート、キラぬのさん、ハート、モもモもさん、たいき、ピースさん、ハート、せんたけののこさん、ハート、バイクねこさん、たいき、ピースさん、ハート、ハート、みじんこさん、グミ、おさるさん、ハート、キラぬのさん、ハート、るルン猫さん、お花束、おさるさん、ハート、ピスさん、ハート、パンダさん、たいき、キラぬのさん、ハート、ピーマンさん、かわいい、ピースさん、ハート、とうとえさぎさん、おししかかたん、まるまる猫さん、パン、ピースさん、ハート、白のクマさん、たいき、パンダさん、たいき、ピースさん、ハート、 えー。 ねこさん結婚してワンちゃんさんハートバレンタイン中坂さんねインボーピースさんハートストロベリーニャンコさんハートパンダさんタヤキセントのルさんタヤキピースさんハートストロベリーニャンコさんハートまるまるねこさんタヤキピースさんハートルルネコさんハートピーマンさんねインボーピースさんハート自転車ラスカルさんタヤキ白のクモさんグミパンダさんタヤキピースさんハートピピープさんタラのオープンまるまるねこさん推ししか勝たんピースさんハートシュルルルンさんかわいいここで一発さんお花自転車ラスカルさんハート ピースさんハートパンダさんタイヤキシュルルルさん結婚してピースさんハートアンマーさん結婚してピーマンさんパンソラマメさんグミ、えー、パンダさんタイヤキストロベリーニャンコさんハートハートハートシュルルルさんアジサイオハギ飛べないペンギンさんタイヤキありがとうございますそこにもギフト投げてくださった皆さん本当にありがとうございます とというこで皆さん本当にたくさんのギフトありがとうございます読めなかったギフトもたくさんあると思うのですけれどもの本当に皆さんには感謝の気持ちでいっぱいですこの壇上にもたくさんタワーが立っているので皆さん本当にありがとうございますあすごいタイヤキング10位だってすごいねみんなありがとう10位とかなかなかないですから嬉しいですねでは続きましてランキング読みたいと思います今日の中身は73位はでケでん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 バーン えー、おさるさんのアバターの豊平へさんです。ありがとうございます。ウッキーありがとうああ、すごい初訪問の方がたくさんです。ありがとうでは続きましてランキング読みたいと思います。20位から。いきます。せーの。そマメさん。もう一回いきます。せーの。松永さん。黒猫山中さん。ん デさん、なきがらさん、マックフロントさん、マッピアさん、あまちゃんさん、ありがとうございます。イェーイということで、今日の20位から10位の皆さん、本当にありがとうございます。では、続きまして、13位から読みます。13位、警察団さん、ありがとうございます。ここで一発。12位、お父さんさん、ありがとうございます。ワンワン。ワンワン。

6位、としさんさあ,ありがとうございます。ストロベリー、にゃんにゃん、にゃん、えー、!5 位、ワッキーさんあ,ありがとうございます。ピーマン、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 ピーマン。マン4位、劇場ゴリラさんありがとうございます。うほほほほほほほホホ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 ホこのアバター

ということで皆さん今日も配信を見ていただきありがとうございましたコメントしてくださった方星やギフトを投げてくださった方もありがとうございましたもしよかったらメールブログのチェック「大富豪とショールーム」のフォローツイッターと Instagram のフォロー「アメブロ」のチェックよろしくお願いします、えー、今日は皆さんと一緒に19歳をこうして迎えることができて本当に嬉しかったです劇場公演を見てくださった皆さんも配信でお祝いしてくださった皆さんも本当に改めてありがとうございました まあ19歳のお話についてはまた多分生誕祭でお話しさせていただくかなと思いますしえ今日のまあ10時半くらいからまた誕生日配信と題して普通の配信もやらせていただく予定なのでそちらもぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいですよろしくお願いしますということで皆さんを夜更化しさせてしまったので早く寝ましょう皆さん明日は普通の火曜日です6月に祝日はありません明日は普通の火曜日です皆さん明日も頑張りましょう それでは今日の三連単大予想します。今日の三連単は出け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 デン十一七三いきます。バン。十一三七だった外しちゃった三連単。<laughs> ということで一万六千五百十盛り上がりありがとうございました。また明日の配信もじゃなくて今日の夜も配信も見てね。せーのばいちゃんじゃんけんポンあっち向いて。はい今日の合言葉は 祝ラストティーンバイバーイ皆さんおやすみなさい明日もじゃなくて今日も頑張りましょうおやすみバイバーイ見てくれてありがとうあっスクショだけしとこうかな切っちゃった切っちゃった Bye bye. Bye bye. Good night.